ウナを意識して地震に乗ります。センターを感じながら左右に柔らかく動かします。体幹部の円筒状態が崩れないように柔らかく行いましょう。センターが天へ抜けていくのを感じます。ボールを内くるぶしの間で挟み、頸骨の下でボールを捉えるのを感じましょう。